つもと軍の編成が違うだけでここまで機能不全に陥るとは。いくら模擬戦とはいえこれはまずい。俺たちの軍はまるで連携が取れていない。バラワが参ったぞ。押されておるのか。父上が心配なのじゃ。彼女は光秀殿の娘、父親と一緒ならうまく連携が取れるはずだ。将兵とは勝手が違うわ。せっかくの増援もこのままじゃ無駄になる。力を発揮できる相手のもとへ誘導すべきだろうな。我が前に立つとは愚かな。娘とならうまく足並みを揃えられるでしょう。光秀殿の部隊はこれで大丈夫だ。さあ次は反雲長、援軍として参った。随分劣勢のようだな。関殿が来てくれたか。うまくやれば花崗殿殿を焚きつけられるかもしれない。花崗殿殿が苦戦しているようです。案内しますので加勢してもらえますか。承知した。この戦場俺が混沌に飲み込んでやる。敵をぶっ飛ばそうぜ。入ったぜ。支えねば。真の三国武将とはこの縁起と長義のことよ。こうも思い通りにならぬとはな。少し仕置きが必要か。今世軍の面々は手間取ってるようじゃねえ。それじゃあ我ら武田には手も足も出んよ。軍神関羽殿か。仲間と合流されては厄介だ。この雪村がお相手いた。お主の槍、拙者の刃で打ち砕かん。加工と助太刀に参った。押されていると聞いたが。余計なことを吹き込んだ奴がいるものだな。貴様の手など借りぬ。そこで見ていろ。カコウトン殿の目の色が変わった。きっとこれでなんとかなるだ。おいおい、すっかり包囲されてるな。武田軍相手じゃ分が悪いから。
最後は芝生殿か。果樹殿のもとへ案内するのがいいだろうな。敵をぶっ飛ばそうぜ。上がったぜ。支えねば。芝生殿、果樹殿の部隊に助成してもらえますか。俺たちが案内します。ああ、分かったぜ。果樹なら一緒にいても気が楽だ。敵の増援か。親方様のためにも通すわけにはいかない。ま、そうなるよな。めんどくせえけどやるしかないか。援軍に来てやったぜ。四条、俺を笑いに来たのか。まあいい、来たからには手を貸せ。二人は奮慶の友、息ぴったりにうまく動いてくれるだろう。信玄公、遅くなり申し訳ない。ここからは我ら徳川軍が助成いたそう。わしらも行くとするかね。本番はここからじゃよ。急いで、ひるまず敵の援軍を迎え撃ちなさい。敵の包囲は俺が蹴散らす。総員、中央を守りきれ。今さら敵の増援と。体勢はとうに立て直した。迎撃し、勢いは俺たちにあります。このまま信玄殿と家康殿を倒しましょう。敵をぶっ飛ばそうぜ。上がったぜ。娘をこれ以上危険な目に遭わせたくないですね。私が前に出ます。今日の父上はいつも以上に気合が入っておる。かっこいいのじゃ。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン。真の三国武将とはこの元気と長飛のことよ。この過去を現状を抜かせると思うな。さすがは加工と見事な覇気よ。姑息な手を使いよるわ。影の遠兵剣山。待ってました。さすがは半蔵の旦那。行くぞ雪村。兄上、真田の戦我らで示しましょう。そのまま敵を引きつけろ。各部隊孤立せぬよう注意するんだな。果樹に任せとけば心配いらねえな。俺は適当にやるか。ごめんなさい、突破させてもらいます。家康様を守らないといけないので。敵に切り込む。力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。この身をもってまた一人でとならん。関羽の力などいらぬ。俺たちの力でこの戦に決着をつけるぞ。加工とんばかりに任せてはおけぬ。拙者も参らねば。ここまで勢いがあるとは。急増軍とはいえ侮れんな。家康様に手出しはさせません。この状態のナオトラが相手なんてな、まるで手が抜けねえぞ。任務を完遂できないのはダメだ。ダメすぎる。
捧げる。平八郎を戦わず押して参る。身内にこそ泣きすべきものなり。ごめん。ならんのだ。拙者も参ろう。勝手にしろ。師匠たち援軍を誘導したのはお前か。おかげでうまく回っている。 いえ、俺は少し手伝いをしただけです。だが実力を出し切れて。敵をぶっ飛ばそうぜ。
確実に歩むのみぞ。連携が取れなければ取れるようにすればいい。模擬戦だけど多くのことが学べたな。俺は相変わらず何もできなかったが、皆の絆で勝ち取った勝利、そう言っていいだろう。ジョジョは謙虚なのじゃ。そなたのおかげで勝てた。わらわはそう思うぞ。うまくいきましたか。やったじゃねえか。